48のもっと STU、 イエーイ。はい、この番組はイオンモール岡山にある晴れ町 T、 間違えましたまず自己紹介からですね。そうですね。はい、じゃあ行きます。瀬戸内地方、瀬戸内から笑顔を届ける県に、広島県出身17歳、石田千穂です。よろしくお願いします。千穂ちゃん、行きます。 ST48 で一番推しがいがあるのは、はい、磯貝。ありがとうございます。愛知県出身の磯貝かのんです。よろしくお願いします。イエーイ。この番組は、はい早まってしまったんですけど、はい、この番組はイオンモール岡山にある晴れ町 TV のスタジオから公開収録でお届けしています。公式ホームページの応募フォームに寄せられたリクエストに答えていく番組です。はい、これはですね、イオンモール岡山の公式ホームページ晴れ町 TV からウェブ配信されているということで、世界の皆さんにね、見られているということで、どうですか。世界に STU の可愛さが知れ渡ってしまうという、あ、磯貝かのんと言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。石田です。頑張ります、はい、よろしくお願いします。すごいね、リクエストもたくさん、ね、世界の方から届いているので、はい、はい本当、はい、本当すごい、ね、各国から、そうそう、ということで、じゃあリクエストに答えていきたいと思います。じゃあこのゲームを使ってやっていきましょう。はい、じゃあいきます。じゃん。10番はお気に入りのファッションは、竹内さんからです。ありがとうございます。お気に入りのファッション、お、インスタグラマそう、インスタグラムやってます。一応、お気に入りのファッションなんだろうな。でも私は最近ちっちゃいバッグにハマってて、なんか今日はちょっと荷物が多いからリュックなんですけど、でもちょっとお出かけするときとかはちっちゃいリュックをつけて、あ、やっぱり美人はカバンが小さいって言いますもんねやっぱり。そう、だからまず形から入っていこうと思って、形から入っていこうと思って、ちっちゃくね。そう、なんだろう、なんでもいい、うん、動きやすいのと、うん、歩きやすいの本当にそうだった。今日もジャージで来てたじゃんびっくりした。だって軽いのと、うん、なんだろう、なんか、うん、なんか私服で来てよみたいな言われるときに、私服が中学生の頃からジャージの人はどうしたらいいんだろうっていうのをすごく考えて、握手会の時とかだから毎回困るの。あ、確かに、なんかみんなジャージじゃないから、うん、でも私は私服がジャージだから、うん、何をって清掃みたいなだからすごいいつも変わるけど、うん、まあ、じゃあジャージです。ジャージが一番楽だと思いますです。流行るよね、多分ね、うん、参考になったから。多分時代がかのに追いついてないだけだからいつかジャージの、そう、時代が来るかららしいです。イエーイ。次、先取りや。はい、6番、気合を入れるときにすることはありますか。あれ、これ6番、ね、うん、ようちゃんさんです。ありがとうございます。気合を入れるときにすること、気合を入れるとき、気合を入れるときにすること、なんだろう、気合を入れるとき、なんだろう、私は炭酸を飲む。気合を入れるときに、なんか、なんうっしゃーって気持ちいっぱいにならない。あ、なるなるけど、そう、炭酸飲みますね。少々してるか気合が入る、うん、なんか昨日も私すごい朝早くて、それで気合入れようと思って炭酸飲みました。あ、目でも覚めそうだよね。そうそうそう、いいかもしれない。おすすめです。じゃあ私はそれを実践してみますはい、別にご飯食べる、うん、2回目ご飯食べることぐらいしか気合基本そうや。そうね、じゃあご飯食べます。やっぱご飯大事だからね、うん、じゃあご飯飲んで炭酸飲んでお腹いっぱいになって気合入れるっていうそうね、ご飯飲んで炭酸飲んで、うん、頑張ろう。頑張りましょう。ご飯は大事よ。ご飯大事ね。公演前とかね、食べなきゃ。食べないと動けないからね、うん、そうそう。じゃあ次、次いきます。はい、13番です。13番は、最近ゲットしたものは、レイさんからありがとうございます。最近ゲットしたもの、なんだろう、あ、全くお買い物行ってないよね。何ゲットした？最近ゲットしたもの、うん、新作
服のリップ4本ぐらい。やば、愛知県に帰ってしまったから、うん、お母さんがいたから、うん、ママに買ってもらって。1本ぐらいちょうだいよ。やだ。いや、じゃあママがいいよっていうかちょっと買ってもらった。すごい。でもリップめっちゃ持ってるよね。そう、なんか、うん、週ごとで変わるからさ、うん、でもちゃんと使ってるんよ。なくなるんよ、半年とかしたらちゃんと全部。すごい。でも勝手に私が思ってることなんですけど、今日のリップの色似てるんですよ、私とかなちゃん。ね、やめて、やめて、似てない、似てないです。見てください。でもね、遠目から見たらね、全部一緒だよって思ってる。いや、でも本当びっくりした。なんかさっき楽屋でマネージャーさんにも、今日の私とかのちゃんのリップ似てないですかって言ったら、似てるって言ってたんです。そういうのね、うん、適当っていうね。知っとった。多分、しかもね、見てる人たちも、うん、気づいて、わからない。そんな気づいてないよ、絶対。いや、皆さんいろんなとこ見てください。あ、じゃあ気づける人にね、なったね、うん、いいですね、うん、私は絶対気づかない。絶対気づかない。絶対気づかない。じゃあ次いきます、はい、次。はいはい、34番。34番、昨日の夕食を教えてください。ターさんさん、ありがとうございます。昨日の夕食、はい、カノンは自分で作ったスープと、おお、なんだったっけ、何だったっけ、なんかちょっとメールで書いたんだけどちょっと忘れちゃった。うん、なんだっけ、それしか、あ、スイカと、うん、え、スイカ、あ、そう、スイカ大好きなんよ。え、スイカ売ってんの、もう、え、売ってるんよ。そう、もう大好きすぎて、うん、最後の最後にスーパーでその日のうちになんかもう閉まるからって割引になったスイカを全部買い占めて、うんうん、すぐ家帰って食べるっていうのが最近の楽しみで、うん、でもさ、去年も言ってた気がする、スイカめっちゃ、そう、聞こえてきた話が。夏はスイカをずっと食べてるから、うん、スイカって水分、糖分入っちゃうけど水分じゃん、うん、だからなんか夏は痩せるんよ。あ、スイカをしか摂取せんから。いい、ね、うん、あ、何食べた、私覚えてない、私何食べたっけ、覚えてないよね、覚えてない。お母さんのご飯、お母さんのご飯、昨日は家に夕方行って、さあ思い出せ、お母さんのご飯を食べたんですけど、え、なんだっけ、本当に母さん、母さんが、母さん、母さんが、うーん、本当に覚えてないの、本当に覚えてない。まあそういうものですよね。でも今日はオムライスが食べたいです、お母さん。お母さん聞いてるかな。聞いてたらいいな、あの人が伝えてくれるかもしれない、うん、お母さんに。じゃあ次に、次行きましょう。よし、覚えてないね、覚えてない、ご飯って覚えてないよね、みんな覚えてない、まあ、みんなも覚えてない、うん、そうだそうだ。次は17番です。17番は、一人で旅行に行くならどこ、広島のカープ坊やさんからです。ありがとうございます。一人で旅行行くなら、え、一人で行きたくない、うん、それな、旅行ってさ、みんなで行きたくない、みんなで行きたい、だってさ、まあ楽しいって思ってさ、うん、楽しいって思う感情を一人で、うん、ね、そう、楽しいことは半分こって言うじゃないですか、そう、やっぱり分け合わないと。じゃあ二人で行くなら、私とかのちゃんで行くならどこがいい、でも、ね、うん、でもなんか千穂ちゃんと遊園地とかは嫌。なんで、なんか、なんで、楽しいよ、案内する、え、絶対できないもん。なんでだ、なんで嫌かって、私なんとなく嫌なんですけど、うん、だったらなんか、うん、なんだろうな、温泉とか、あ、行きたい、そういうところがいい、うん、道後とか、あ、行きたい、ね、でもなんかそういう感じのところがいい、確かに、のんびりしたいね、のんびりしてるし、うん、ちょうちゃんって走れるの、ね、なんかアクティブな動きができなさそうだから、遊園地嫌だなって思った。私遊園地得意よ、ほんまに、なんか絶叫系がめっちゃ得意なの。え、本当に意識飛んだりしないの。絶叫系に真顔で乗れるの、こうやって笑顔で、じゃあ乗ってほしい、私は。隣に乗ってる人は確かに、はい、確かに、こんな感じで、こんな感じです。旅行でした、旅行でした。でも瀬戸内おすすめよね、旅行。そうなんよ、うん、私愛知県から引っ越してきて思ったけど、うん、瀬戸内が大好きすぎて、よくお母さんとかにね、うん、伝えたりするんよ、うん、今日は岡山に行ってね、うん、みたいな、おなんか、うん、美観地区行ってロケしたんやけど、うん、みたいな、うん、そこのこことここが美味しくてみたいなことを言うと、うん、ママがなんか次の週ぐらいに引き取るんよ、パパとパパが車で。すごい。そうなんよ、うん、で、なんか、あ、調布食べたよみたいな連絡が来るから、うん、あ、ママとパパってアクティブだなって思って
めっちゃ出てる、すごい。本当にで楽しかったって言ってお土産買って、うん、愛知県帰っても瀬戸内のものばっかり置いてある最近、すごい瀬戸内愛をぐらいおすすめです。おすすめです。世界の皆さんおすすめです。来てください。イエイやばいね。大丈夫。ウェルカム。はい、次サイトも英語喋れんからね、さっきからハローとウェルカムしか言ってない本当にそう、頑張ろう。突然目の前に宇宙人が現れたらどうしますか。どうします。エリア51、エリア51さん、ありがとうございます。目の前に現れたらどうしますか。どうしましょう。逃げる。でも逃げるね、うん、絶対普通に。でもね、なんかどうしたいかって言ったら逃げたいけど、うん、どうなるかって言ったら多分立ちすくむよね、うん、でも宇宙人の種類にもよるくない。何種類って何待って待って、なんかこういうそんなマリーナみたいな人は現れないよ。マリーナは地球人だよそうね、確かに。多分マリーナぐらい美少女の宇宙人だったら、うん、写真撮るかも、うん、写真撮ろうっていうこう行くんだ。こう行くんだ。そう。ツーショット。ツーショット撮りたい。ああ、確かに。けどなんかこういう系だとちょっと何されるか分かんないから、ちょっと逃げるよ。逃げるかな。逆にみんなが何するのか聞きたい。うん、宇宙人と遭遇した場合、ね、どうするんだろう。どうするの。え、みんなでもあれじゃない？もう写真とか撮ってんじゃない？うん。写真とか撮って現代人や、推しに見せなきゃって思ってくれてるであろう。やっぱり可愛いカノンちゃんとチョウちゃんに見せないとって思ってくれてると思います。イエーイ。もし撮った場合は見せに来てください、ね、雑すぎん？宇宙人？びっくりした今。ちょっとね、でも伝わるやろ。うん、伝わる。チョウちゃんみたいな絵。何言ってるの？チョウちゃんの顔みたいだな。ねえ、めっちゃディスってるけど、こんな可愛いねっていう意味で目の前でディスられたけど、ちょっと可愛いねって。はい、じゃあもう次行きましょう。次は出てこん。はい、じゃん。7番、ラッキーセブンですね。お、焼肉店で必ずオーダーするものは何。7歳娘の母めぐみさんから。お、ママさんか、ありがとうございます。焼肉店で必ずオーダーするものは、私はかぼちゃです。え、なんで焼肉に行ってるのに焼肉に行ってるからお肉を食べようや。いや、なんか他の人がお肉はだいたい頼んでくれるから、だいたい任せるんですけど、かぼちゃめっちゃ好きで、そう、なんかかぼちゃが好きなわけじゃないんですけど、焼肉で食べる焼肉屋さんで食べるかぼちゃが好きなんよ。そう、だから絶対頼みます。わからん。でもなんかそう、かのちゃんは？私は、うん、自分であまり頼まないんだけど、うん、まず何が何かがわからない。いつも自分がどこの部位を食べてるのかがわからないけど、うん、まず最初に塩タンっていう文化が磯ヶ駅には昔からあったから塩タンはとりあえず頼もうみたいな、うん、あの、分かる。超もう塩タンは絶対食べる、ね、うん、塩タンを食べてるっていうことしか分かってない。後の部位はわからない。カルビなのかハラミなのか。それはわかるでしょ。カルビとハラミ、わかりますよね。分かった。多分味の違いが分からない。分かる。じゃあ今度練習しに行こう。練習、うん、分かった、うん、かぼちゃは頼ませないよ。じゃあなんで。かぼちゃは絶対食べる。野菜嫌いなんよ。あの、食べてるイメージないマジで、うん、野菜嫌い。あの、ジャンキーなのが好きで、ね、見たことない。かぼちゃんが野菜食べてるとか。野菜食べれるようになるのが目標。29歳はじゃあ生きていきます。はい、頑張ってください。あ、なんかあれ本当にセンスないかもしれない引けちゃった。もう自分から出てきてくれた。25分好きな地方の方言を教えてください。お、好きな地方の方言。瀬戸内地方ってこと。お、私、うん、何言ってた好きな地方の方言、うん、地方、瀬戸内地方ってこと。あれじゃない、名古屋とかでいいんじゃない、うん、瀬戸内の方言が好きです。うん、本当に？本当に。嬉しい。かわいい。でもなんか瀬戸内の方言って結構幅広くない？めっちゃ幅広い。結構みんな言ってること違うからさ。そうそうそう。私、今自分が多分名古屋だから、うん、名古屋弁喋るけど、うん、そのみんなから聞くものが7件あるから、うん、うん、確かに。あの、自分が今何弁を喋ってるのかはもう分かってない。でもかのんちゃん、でも名古屋と岡山って似てない？なんか、あ、なんか、うん、なんとかだガーってやつでさ、うん、ガーって言うとみんなにガーガー真似される。そう、
似てるなって言われて、そう親近感が、じゃあ親近感を持ってくれた岡山の皆さん、うん、磯貝香音です、よろしくお願いします。隣にいるのは石田千穂です。それでいいんだ。でも瀬戸内可愛いなって思う、うん、やった。瀬戸内の人はどう、うん、私は関西弁と博多弁がマジで好きです。え、挟まれてるじゃん。そうなんよ。でもなんか自分がさ住んどったらさ分からんくない、方言って分かってないもん、うん、タワンとか、あもう、うん、なんか方言って思ってなかったって言われたりとか。そう、え、タワン分かった？タワン最初のレッスンの時に何言ってんのと思って、うん、めっちゃ頑張って理解をしようと思ってんだけど、うん、なんかタウタウみたいな、うん、タウとはみたいな、すごい大変。レッスンとかもすごい方言でね、うん、みんなが喋るから、うん、うん、多分みたいな理解するのがすごい大変でした。タウっていうのはなんか届くとかを表します、広島弁で。うん、だから、うん、でもそういうのもねいいかなって思います。確かに。はい、じゃあこんなところで。方言のね、瀬戸内のアピールもできたところで、はい、方言のができたところで、そろそろね終わりの時間がやってきてしまいました。悲しい悲しい。ちょっと1個見せたい。じゃん、イエーイ、イエーイ。これ見せたかった。そう、これが見せたかった。絵がひどいってやつ、うん、ひどくない。じゃあこれ持ってて。はいはい、はい、次回の公開収録にはどんなメンバーが来るのかまだお楽しみなんですけど、このスケジュールはイオンモール岡山のホームページにある、STU48 のもっと STU の公式ホームページでチェックしてください。はい、お願いします。リクエストも皆さんよろしくお願いします。待ってます。はい、放送は毎週土曜日の夜7時から、再放送は日曜日から木曜日までの毎日夜7時から見ていただけます。はい、それではエンディング出航を聞きながらお別れです。この曲はですね、最近 STU48 号が出航したんですけど、そんな感じの曲なので皆さんぜひ聴いてください。そして STU48 号にも遊びに来てください。待ってます。今日はありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。